どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、毎月29日はですね、 ANA の感謝の日ということで、詳細がね一部発表されましたので、今回の動画ではですね、こちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで、毎月29日はですね、 ANA の感謝の日ということで、今月もですねスーパーバリューセールですね、またね国内線のね減額マイルキャンペーンも行われるっていう風になりますんで、スーパーバリューセールに関してはですね、今回のセールね、今年1年間ですね、価格比較して安いのかっていうところとですね、獲得できるねプレミアムポイントなどもね解説していきたいなという風に思っておりますので、気になる方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではですね、11月のね ANA の感謝の日の項目は全部で8項目ということで、ちょっとババッとねこれに載せておきますけども、こんな感じに、ね、なっているんですよね。一つずつね簡単に紹介していくと、まずね ANA のふるさと納税ですね、こちらの動画でね詳しく解説、ね、しておりますので、もしね ANA のふるさと納税利用される方はですね、今ね別のキャンペーンがやっておりまして、それね利用していただくとマイルもらえるっていう風になりますんで、ぜひねこちらの動画もチェックしてください。で、2つ目ですね、 ANA グルメマイルキャンペーンということで、29日ね限定にはなるんですけども、このね ANA グルメマイルに掲載されているお店ですね、ここで利用していただくとですね、ダブルマイルがねもらえるキャンペーンっていう風になります。で、3つ目ですね、 ANA A スタイルのショッピングクーポンですね、今月はねこちらの阿波踊りとマッシュルームカレー6個、こちら本来ですね5400円するらしいんですよね。これファーストクラスで提供されているカレーらしいんですけども、まあこちらがまあ5130円でね、まあ、利用できるということで、ちょっとねお得になっているっていう感じですね。まあちょっと私ファーストクラスね乗ったことはないので、これ食べたことないんで、まあこれがどんな感じなのかっていうのはちょっとわかんないんですけども、まあちょっとねお得に楽しめるっていった形になります。で、次にですね、 ANA Pay のダブルマイルキャンペーンですね、前回ですねこの ANA Pay のキャンペーンもね解説しましたので、こちらの動画をねぜひチェックしていただきたいなっていうふうに思うんですよね。今ね利用額に応じてマイルがもらえるキャンペーンやっておりますので、で、このキャンペーンが12月1月なんですよね。ですんで、今回のね11月29日限定でこの ANA Pay 使うとダブルマイルということで、本来 0.5% 還元なのが 1% 還元っていう風になりますんで、まあ100円で1マイルねもらえるんですけども、キャンペーンはね12月と1月の利用分という風になりますんで、まあ今回ね利用しないで、多分ね12月の ANA の感謝の日にもこのダブルマイルキャンペーンね多分来ると思いますので、まあそちらでね利用していただいた方はですね、まあ 0.5% だけにはなりますけども、まあお得になるっていう風になりますんで、まあこちらね今回参戦しないで来月参戦した方がねいいのかなっていう風に思います。で、次にですね、 ANA のね国内線減額マイルキャンペーンということで、予約期間はですね、ANA の感謝の日は11月の29日限定っていう風になりますんで、11月29日1日だけですね、こちら予約することができます。で、搭乗期間はですね、2022年の1月の6日から1月の31日までっていう風になりますんで、この期間ですね、ここら辺のね路線ですね、岡山、広島、岩国、まあここはどのエリア、まあ九州エリアですかね、はい、まあここら辺がね本来6000マイルかかるところが、まあ毎週ねやっている特旅マイルキャンペーンだと3000マイルなんですけども、まあ、それより低いね2900マイルでね利用することができるっていう風になりますんで、まあ、これねかなりいいですよね。ぜひね1月中にね旅行検討されている方はですね、11月29日にねこちら予約ねしていただければなと思います。それでは次にですね、 ANA トラベラーズホテルですね、今回の対象エリアは北海道のスキーと東北、北陸、関東っていった形になっておりまして、この動画ね今撮影させていただいているの11月の27日なんですよね。ここだけですね、この ANA トラベラーズのホテルだけまだね詳細公開されてないんですよね。それ以外のね飛行路線とか減額マイルキャンペーン路線とかもね出てるんですけども、ここだけねちょっと出ておりませんので、最近ねこの ANA トラベラーズホテルもですね、この
ANA 感謝の日のねセールはかなりお得になってるっていう風になりますんで、こちらもね合わせてぜひチェックしてみていただければなと思います。それでは次にですね、スーパーバリューセールですね。今回のねスーパーバリューセールは北海道東北北陸路線ということで、予約期間は11月の29日1日っていう風になっておりまして、搭乗期間がですね2月1日から2月の28日までっていう風になりますんで、まあここら辺でですね、東北北海道仙台新潟とかね、ここら辺のエリアね利用される方はですね結構ねいいのではないのかなと思います。で、私の方でですね、今までの感謝の日と今回の感謝の日、またね獲得プレミアムポイントと PP ターンがねちょっとまとめさせていただきましたけれども、こんな感じになってるんですよね。毎月ね言ってると思うんですけども、この ANA 感謝の日、まあこのスーパーバリューセールっていうのはですね、プレミアムポイント、ステータス仕様のね獲得するプレミアムポイントなんですけども、運賃8だったかな、パックツアーとかとね同じ運賃種別っていう風になりますんで、プレミアムポイントをね獲得するそのステータス仕様とかにね基本的にはまあ利用できないっていう感じになりますかね。その獲得できるねプレミアムポイントの割にはね価格は高いっていう風になりますんで、普通にね利用する際にまあお得にね利用できるっていう感じですかね。まあ一応ね見ていただきたいんですけども、以前のね ANA 感謝の日の時と比べるとですね、ちょっとね値段的にはそこまで下がってないですね。やはりねこれ7月とか6月とかね、そこら辺のね ANA 感謝の日の料金なんですけども、やはりね7月とか6月とかね本当にめちゃくちゃ安かったんですね。先月もね同じこと言ってると思うんですけども、やはりね世の中の状況的にですね、どん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 ね動けるようになってきておりますので、まあ価格がね下がらなくなってきてる感じですよね。ですんでまあ今までのね6月とか7月とかね本当に安かったんですけども、まあ今回ね11月の感謝の日だと、まあ羽田札幌でもね基本的に9000円とかねそこら辺っていう風になりますんで、まあすごいね今までが安かったので、ちょっとね比べてしまうとですねちょっと高いかなっていう風に思ってしまうんですけども、まあ普通の値段にね戻ってきたのかなっていう感じですかね。まあこういった形に、ね、なっておりますので、まあ参考にねしていただければなと思います。でこのね赤枠ついてるのがですね、赤枠ついているとこだけ、まあ今までのねANA の感謝の日時よりもですね値段ね安くなってる路線がこの3つだけねありましたので、これもね参考にしていただければなと思います。それでは次にですね、鳥取の商品が当たるということで、こちらなんですけども、まあこれはですね普通に応募していただくとですね当たるかもしれないっていうキャンペーンですので、まあ一応ねもらえるものはねもらっといた方がいいと思いますんで、概要欄にね公式サイト載せておきますので、11月の29日になったらですねこちらもね応募しておいていただければなと思います。ということで今回ですね ANA の感謝の日11月もね行われるっていう風になりましたので、解説ねさせていただいたわけなんですけども、やはりね減額マイルキャンペーンね途中からねこの ANA 感謝の日にね入ってきたんですけども、このね減額マイルキャンペーンはね本当にいいですね。毎週特旅マイルねやっておりますけども、これより低いですからね、これ本当にすごいですよね。まあちょっとね予約した日と、まあ、利用する日がねちょっと離れてるんで、まあ、予定ね立てて利用しなきゃいけないんでちょっと大変かもしれないんですけども、今回ね九州路線ね2900マイルで片道行けるっていう風になりますんで、まあこれねかなりお得だなっていう風に思いますので、もしね旅行を検討されている方はですねぜひね利用していただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイルお得情報、クレジットカード、マイルオートバンモーテル、ヒルドンホテルをといてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。